ノルディックトーナメントとは FIS スキージャンプワールドカップの一部として毎年開催されていたシリーズである。伝統があり、権威も高いドイツ、オーストリアスキージャンプ習慣に習って1997年から始められた。下表に示す通り、ジャンプ習慣とは異なり、会場が固定されているわけではなかったが、近年はラハティックオピオ・ディレハンメルオスロで固定されている。 2009年はオスロのホルメンコーレンジャンプ競技場が改築工事のためビケルスンのフライングヒルで代替されることが決まっている。本シリーズでフライングが行われるのは初めてである。本シリーズは北欧で古くから行われていたスキー大会に由来している。ノルウェーホルメンコーレンスキー大会、フィンランドラハティ国際スキー大会、スウェーデンファルン国際スキー大会など。 2011年にオスロでノルディックスキー世界選手権が行われる際に休止となり復活しないまま2017年からローエアーとしてノルウェーのみで行われるトーナメントに衣替えすることになった。一リレハンメルの大会は強風のため中止、会場をオスロに移して行われた。ニラハティの大会は強風のため中止、会場をクオピオに移して行われた。 ありがとうございます。